はいぐぐぐぐぐ、はいはい、じゃあ今日も頑張りましょう。はいはいはい、じゃあこのまま病院です。よいしょ。あんまり状況変わってないです。変わってないっていうのは、下痢がちょっとまだ同じような感じですね。だからどうしようかな、念のため膵臓の検査しようかな。そうね、まあ一回血液取ってやっといた方がいいかもね。膵炎一応否定しとけてばしておきたいなっていうとこ、ちょっとそれはゼロじゃないからね。まあ、あとはそうですね、結構スパカールもなくなってきたんで持ってきたのと、あと注射がないですね。はい、了解です。あ、それとの例のいただいた餌なんですけど、食います。食べるんで、食べてはそうか、まあちょこっとだから効果があるかどうかはちょっと分からない、そこまで分からないんですよ。要するに見本でいただいたのはもう1日2日で終わっちゃうんで、そうね、ちょっと一応先に体重だけ見ておこう。ちょっと膵臓の検査を 4.3 あ、増えてるな。 4.3。 あ、でもうんちしてねえからな、これは。その辺はあるかもしれないね。まあお口はまあ別にいつも通りぐらいですね。まあそう悪くない方の部類かもしれない。食ってる方だと思います。困ったね。しかしね、ちょっとうんちがなんとかなってくるとそんなに問題ないんだよね。まあ綺麗におトイレでね、多少やらかくてもでしないんだけど、飛び散っちゃったりするとね、結構始末悪いからね。そうですね、ちょっと困ったちゃんですね。いいよ、落とした方がいいのかもしれない。膵炎の方はマイナスです。これね、こっち側のがコントロールで、こちら側のがサンプルスポットになってまして、この色の濃さの加減で見るんですけど、コントロールとより明らかに薄い状態なんで、膵炎は一応この検査ではマイナスになります。ないってことですね。ないです。それからあと血液検査全般の方も、まあ前回と多分そんな変わらない、白血球も上がってないんで、そこもまあだから膵炎とかねやってる可能性は低いと思います。だからまあヘマトクリットとかも正常。それからまあアミラーゼは若干高いんですけど、まあこれはまああまり特にそれほどないからあまり気にしなくていいと。だから血糖値が若干高いんですけど、多分これは逆に言うとステロイドをずっと使ってる影響のまあ多分これはちょっと二次的なもの、まあそれも正常値がちょっと高いだけなんで、まあで痩せもねそんな特別来てないですから、まあまあしょうがない範囲という。それからやっぱり相変わらずクレアチニンは 1.6 で、まあちょっと高いという、だからまあこの正常値ではノーマルだけど、実際上はまあオーバーしているというふうに考えていただから、そこも変わってないです。それから胆汁とかの関係の方のビリルビンという数値も別に上がってないし、それから肝臓に関係する数値のところも上がってないんで、まあ逆に言うと血液検査上のやつで言えばそうね、特に下痢するようなっていうのは今のところここではないです。まあやはりフードを試してみていただくことから、まあ、まずやってみていただきましょうかね。それからあとはもしできれば粉の消化剤みたいなやつを振りかけて食べてくれるとそれもいいかもしれないですね。いわゆるビフィズス菌で腸内細菌の状態がねちょっと若干乱れちゃってる可能性があるんで、その可能性もあると思うんだよね。だからそのね腸内細菌の方もちょっと一回そのお薬の方でまあコントロールできるといいかなと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、お疲れさんでした。よいしょ。はい。